ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M2CS2021 年式8750kg、こちらの車両になります。めちゃくちゃ珍しい車がやってまいりましたね。そうですね、限定で60台という、希少なお車、なおかつ多分一般の世の中に出る前に完売になっちゃってるお車なので、あんまりこう見る機会もないのかなとは思います。はい、で世界限定もなんか2000台っていうこと で, です、ね。はい、世界で見てもかなり台数が少ない車、少ないですね。そしてカラーバリエーションもありますので、す、ね、今回ご紹介させていただくこの青っていう個体は、はい、多分国内においても、はい、ほとんど存在しないんじゃないですかね。しないと思われますよね。はい、何台かもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、はい、内訳がとにかくわからない。わからない、そうなんですよ。はい、検索しても車の情報自体があんまり出てこない、ヒットしてこないですよね。はい、でなんかもう販売時には完売っていう、そうです、そのぐらいの激レア車なんですけど、はい、もう内容がすごいんで、すごいですね。今回一つずつご紹介させていただきたいと思います。はい、で基本的にはこちらの車、はい、M2 のもうトップレンジ、はい、トップレンジですね、っていう考え方でいいんですよね。いいと思います。はい、でもちろんその M2 レーシングっていうありますね、なんか特殊車両の、はい、なんかサーキット専用モデルっていうのもあるらしいんですけど、そうですね、通常販売されたモデルで公道が走れる M2 のもう最上位モデルということで、最上になります。で基本的にコンペティションプラスアルファ、はい、カーボンパーツ、そうです、エンジンチューニング、はい、軽量化もろもろやってあるという、はい、今までのこの CS の流れがそのまま注ぎ込まれている車になると。はい、でまず前回りなんですけども、はい、カーボンめちゃ使ってるじゃないですか。カーボンすごいですよね。グリルもカーボン、はい、リップもカーボン、はい、そして今回のボディカラー、この青いいっすね。いいですね。これよく見るとパールなんですかね。そうなんですよ。ソリッドじゃないですよね。はい、ソリッドじゃないんですよね。めちゃくちゃ細かい、細かい粒子ありますよね。はい、ただパッと見ソリッドっぽく見える。見えます。はい、ちょっとぬるっとしたボディ、はい。今回の車、塗装のコンディションがめちゃいいんですよね。いいですね。なんかコーティングされてるみたいで、はい、めちゃめちゃツルツルと。はい、ただやっぱりちょっと走る車なんで、はい、ポツポツっていうこう飛び石は残念ながらあるんですけど、ね、はい、ほとんどわからないぐらい、ほとんどわかんない大きさのばっかりですかね。あってこの辺購入検討されている方がいらっしゃいましたら、はい、現車でちょっと確認していただいた方がいいかなと。ね、あとはポイントとしては今回このお車ヘッドライトフィルム貼ってあるんですね。貼ってあります。はい、若干スモークかかってるんですかね。これどうなんですかね。薄いスモークちょっと色味は少しだけ板尾店長が見てもわからないぐらい、わからないぐらいですね。絶妙で多分ワントーンフィルムで落ちてるんじゃないかなと思われます。はい、なのでこの辺も、傷がもう事前に守れてますんで、はい、いいところなんじゃないかなと。はい、そしてあとはフードですよ。フードですね。カーボンフードですよ。カーボンフードです。これ全部なんですもんね。全部です。そしてこのダクトからちょっとこのカーボン目が透けて見えてますけども、はい、これすごいですよね。これだから、はい、クリア吹いたのかすごい綺麗に、確かに中も、はい、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。そんなに意識して見るとこじゃないじゃないですか。ここまで手入れてるってすごいなと思って、はい、塗りっぱなしじゃなくてクリアがこう磨き上げられてるって言いますね。はい、でこれだけの面積カーボンになってますから、はい、軽量化にもなんかアルミのボンネットの半分ぐらいになってるらしいですよね。はい、でなおかつこの形状なんで今見たらこの辺のエアーの溜まっちゃったやつをここから出すような、はいはいはい、エアロ形状にもなってる。はい、こちらのフードが標準装備なんですよね。標準です。はい、こんな感じの前回りになっております。はい、そしてあとは足元、はい、早速いいでしょうか。どうぞ。今回のお車はなんかタイヤがおそらく変えてあるんじゃないかなと思われます。そうですね。はい、僕資料見たらミシュランのカップ 2R っていう、はい、GT3RS とか、はい、488のピスタなんかが履いてるのと同じ銘柄のタイヤが新車装着されてるはずなんですけども、はいはい、今回のお車は横浜のアドバンネオバですかね。はい、ネオバ履いてますね。こちらに交換されてると。はい、でサイズに関しては通常の CS と同じなんですよね。はい、フロント245、リア265の19インチ、こちらが装着されてると。はい、でホイールに関してもこの単造の超軽量ホイール、軽量ホイールですね。これだからまんまもうレーシングですよね。そうですね。もうこのままサーキットでどうぞって感じですかね。はい、そしてこのホイールもなんか絶妙な色合いとかバイカラーじゃなく、はい、もうこのマットブラックというか半ツヤの黒の、はい、こちらのめちゃくちゃレーシーなホイールになってると。 そして足回りなんかも専用セッティングがされているそうで、はい、スタビライザーだったりとかあとはサスペンションなんかも専用セッティングがされているそうです。はい、そしてあとはキャリパーが、そうですね、ゴールドになってますね。これ BMW のゴールドといえばもうカーボンブレーキですね。はい、カーボンセラミックのこれオプションがあったんですね。はい、いやだから僕もあっ
ったんだと思って。普通の M2 とかですと、まあ、カーボンの設定なかったと思うんですけど、まあ、これになってついたのかなっていう感じですかね、はい、M3、M4 からっていうイメージでしたよね。そうイメージです、はい、それがなんと M2 に装着されているということで、はい、価格も多分オプション金額調べてませんけど、多分まあ100万ぐらいじゃないですかね、はいはい、エグい金額そうですね。ただ純正でももともとスチールのローターでもでっかいんですよね。でかいです、はい、400π ということで非常に大きいんですけども、はい、それをさらにカーボンセラミックということで、はい、耐熱性だったりも非常に特化したものになっていると、はい、足回りも非常に軽くなってるんで、はい、結構車の動きがこの辺で多分変わってくるんじゃないですかね、はい、そしてあとはサイドこの辺なんかもカーボンになったり、はい、カーボンパーツ盛りだくさんですね。いやもう本当ですよ、もうこのままでいいんじゃないっていうぐらいちょっと手が入っちゃってるん で、はい、で結構あの M パフォーマンスのカーボンパーツって本物のドライでめちゃ軽量だから、はい、結構高いんですよね、オプションパーツも高いですね、はい、でこの辺が全部ついてくると。そしてミラーもこの辺が全部カーボンになってる、はい、品質もめちゃいいですもんね。いいですね。なんかモヤモヤモヤとしてないというか、 ないですね、本当にさすが純正カーボンということで。でこれだけカーボンパーツがついてるんですけども、さらにこのルーフもカーボンになってると、ね、はい、これちょっと見たことない感じの、あのそうですね、模様がちょっと市松模様っていうんですか、こういうの、はい、なんかブロックカーボンというか、そうですね、マンソリーのオプションでありそうな、そうな感じですね。目の非常に大きなカーボン、これ純正だとほとんど見ないですよね。見ないですね、この形が、はい、結局あの低重心化と軽量化に効いて、はい、軽量化になってますね。でこれ資料見たらなんかサンドイッチ構造で、はい、表だけこのカーボン貼ってんじゃなくって、はい、内側とこう合体させて、はい、で合成と、あとあの静音性なんかも、はい、ね、防音の方も兼ねてる構造になってるらしいです。なのでこのなんちゃっての見た目だけの、はい、カーボンルーフじゃなくて、ね、ちゃんとその性能も伴ったカーボンルーフになってる、はい、で当然ここの重量物がなくなってるんで、もっと低重心化にもつながってると。あとはもうその他メッキパーツなんかありませんよ、もう。そうですね、ないですね、この車なんて、はい、もう各部黒くなってますし、はい、非常にレーシーと、はい、そしてこれそれいいですよね、これいいですね、これいいですね、はい、これだけでもちょっとつけたいぐらい、つけたいぐらいですね。先日東京店でご紹介させていただいた、はい、ジュリアンの GTA みたいな、はい、ありましたね、はい、あんな感じのこうレーシーさを感じる、ね、サイドのこのエアロパーツなんかもついてると。でこれちゃんとこう絶妙に浮いてるんですよね。そう、絶妙に浮いてるんですよ。ちゃんとこう横にこう整流するというか、機能も伴っているこちらのタイプのサイドのパーツもついていると、はい、そしてリアも同じデザインのホイール、そしてリアは265になるんですよね、はい、半号19インチになると。そもそもなんかローターが大きすぎてもう 19インチ以下が履けない、履けないですね、はい、ということでこの組み合わせになっております。リアもこの4ポットのブレーキになっております。 そして後ろに回ってくると、もうここまで来たら後ろもカーボンパーツじゃないですか。そうですね、もうトランクスポイラーも、はい、結構でかいですね。でかい、結構あるんですよ、この大型のトランクスポイラーと CS ということで、はい、これレアすぎて、はい、多分ご存じない方もそうですねいらっしゃるんじゃないかなと。本当にもうあの好きな方以外はもしかしたら知らないんじゃないかなっていう気はしますね、はい、どっちかっていうとなんか M4CS の方がなんか知名度が、はい、知名度ありますね、ある感じしますもんね、はい、ということでこんな感じになってます。そして下側のディフューザーもカーボンになってて、はい、専用のエアロ形状になってると。でマフラーに関してもこの切りっぱなしですよ。切りっぱなしです。なんかあの昔の46の M3 とかも切りっぱなしじゃないですか、はいはい、切りっぱなしですね、なんかそれと同じになんかニュアンスを感じるというか、ね、はい、ただこれサイレンサー結構大きいんですね。そうで結構大きいんですよ。後ろについたりするとそうなんです、半分ぐらい見えちゃうんですよ、見えちゃうんですよ、見えちゃうんですよ。で気になる音の方はこの後聞いてみたいと思います、はい、続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前に、はい、これちょっとドアがそうですね、ちょっと閉まり方が違う気がするんですよ ね、はい、ただ資料がないんでどこまでこう補強とかそうです、ね、アップしてるのか分かんないですけ ど、ね、あくまで個人的な主観としては違う気がします。そして内装ご覧ください、もうまんま M4CS じゃないですか。そうですね、この穴開きのシート、はい、これあの品番まで一緒かどうかちょっと分かんなかったんですけども、はい、おおよそ形状とかはほぼ一緒ですよね、はい、一緒ですね、はい、背中のバッジだけこの光るタイプのやつが M2 になっているということ で、ね、ですかね、この穴開きのシート、これは軽量化にもつながっているのと、まあ、スポーツ形状なので、はい、非常にレーシーなシートになっていると。でメモリー2つ付きの調整もナンバーサポートもついているタイプです ね、こちらのシートになっている。そしてステアリングですよ、はい、コンペ買っても、はい、このアルカンステアリングなんないですもんね。なんないですね、はい、アルカンステアリングはもう CS からなんですよね、 CS 以上ですね、 ですね、はい、ということでこちらのステアリングがついている、はい、でその他カーボンパーツも盛りだくさんということで、はい、ステアリングのスポークもそうですし、なんとセンターコンソールも、センターコンソールもそうですね、サイドブレーキのノブもそうですね、シフトも全部カーボンということ、あとドアの、あ、そうですね、
なんかノリが、はい、あの昔の 46CSL ぐらいのノリを感じます、はいはい、あれもなんかすごいこうカーボン、まあ、後ろは簡略化されてましたけども、はい、センターコンソールカーボンだったりとか、そうですね、BMW のやっぱりこのレーシングモデルというか、やっぱりちょっと同じ匂いを感じます、感じますよね。こんな感じの内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。このサイドステップのところも M2CS ロゴが入ってて、はい、今回養生がしてありますけれども、そしてマットも M パフォーマンスのマットが、はいはい、こんな感じでついております。乗ってみたいと思います。もうこの辺は至って普通の普通ですね、はい、M2 かなという感じですけれども、はい、もうこの違いますね。シートが全然違いますよね。違いますね。もう結構タイト、はい、そして調整も8ベイぐらいですかね、プラスランバーサポートという感じで、そうですね、ランバーありますね。この景色が不思議な感じするんですけど、不思議ですね、ちょっと違います、ね、このステアリングにこの M2 のメーター、ちょっとこう幅ちっちゃいじゃないですか、このメーターがついてるということで、でしかももうその他操作類も全部そのまんまです。はい、だいぶいいですね。ステアリング太いですね。太いですよね。そしてでこれ驚きなのが、はい、あのドライバーズパッケージ入れなくても、はい、最高速が280キロ、はい、最初からっすよ、はい、でも出ますよねこれ、多分出ると思いますね、はい、というわけでこんな感じの、はい、でここに関しては一緒ですもんね、 CS とか入ってないですもんね。一緒ですね、入ってないですね、はい、こんな感じのメーターになっております。そしてあとはもう共通のところ多いのかなという感じで す、 そうですね。ナビだったりもそうですし、はい、まあ、毎回言ってますけどここを CS にしてほしかったなと。そうですね、そうですね、はい、そこのデザインを変えてほしかったですね。ただダッシュボードはちゃんとアルカンターラになってて CS のロゴがしっかり入ってると。でこの辺も共通なんで飛ばしちゃいます、デュアルのエアコンとあとは、メディア関係もこんな感じになっております。でこの辺も買わないですよね。買わないですね、はい、蓋付きのドリンクホールドだと、はい、あとシフトが今回 DCT ということで、はい、こちらのシフトになってる、はい、でなんか6速のマニュアルもありますね、設定あるってことなんですけど、はい、あの比率とか調べたかったんですけど、あの資料を見ても出てなかったです。ないですなんであの謎です。謎です、本当謎です。どれだけ日本にあのマニュアルがあるあるか分かんないですね、はい、ただあのレビューみたいのを見たら、はい、あのもちろんその操る楽しさはあるんですけど、はい、もう車がちっちゃくて軽すぎて、はいはい、あのマニュアルだと忙しすぎるっていう。ああそういうことですね、はい、DCT の方が割とこう誰でも早く走れるっていうのは書いてあります、はい、ね、あとは、0-100 のタイムが、はい、DCT の方がほんま2秒ぐらい速くなってるということで、はい、4秒フラットまでいけるそうです、はい、4秒フラットっすよ早いっすね、やばいっすよねそしてセンターコンソール、これもうまんまだから昔の CSL っすよね。そうですね、これマジすごいっす。これすごいっすね、すごいなと思って。前から後ろまでですから、ね、はい、こんな感じで、でサイドブレーキのノブもカーボンになってで当然小物入れなんかもなく、あやっぱりここに USB がついてますね。そうですね、 USB がちょっと、はい、USB だけはついております、ね、そしてペダルもなんとこのステアのペダルカバーが標準装備ですよね。はい、はい、ですこちらになっております。これいいですね、だいぶやっぱり BM のこのちっちゃい、はい、DCT のこのちっちゃいブレーキペダルいいんですよね、はい、こんな感じに。そして天井関係はもう定番のアンスラサイドの黒い天井、バイザーもいいじゃないですか、このそうですね、はい、もうペラペラの本当バイザーってね、もうとりあえず火を避けようって感じですね、はい、高級車だとすぐ文句言うんですけど、はいはい、こういうスポーツモデルに関してはこのぐらいの、はい、やる気のないバイザーの方が大好きです、はい、これの方がいいです。そして今回のお車はレーダー探知機とドライブレコーダーもついてるんで、はい、まあ後からその辺の費用もかからないというお得車両になっております、はい。続いてトランク見てみたいと思います、はい、この辺はまあ共通なんで、共通ですね、パパマット、はい、例のいつものトランクに容量の方が390リッターということで、はい、で特にこう他の M2 とか2シリーズとあんまり変化はないないですね。で下に関しても共通で、今回の車コンディション非常にいいですね。いいですね、はい、中もめちゃくちゃ綺麗です、綺麗ですね、はい、リアバッテリーもこんな感じでついております。続いてエンジンルーム見ていきたいと思います、はい、ここ触れときたいところなんですけど、とりあえずここは一旦置いといて、はい、エンジンの方から 2979cc 直六ツインターボ、はい、もういつもの S55 エンジンということで、はい、M2 もコンペティションから N55 から S55 っていう、あの、はい、M3、M4 共通のエンジンになっているということで、はい、なんとこれが40馬力アップの450馬力です、はい、あのスタンダードの M4 より馬力が出てる、はい、出てます。でなおかつ車も軽いですから、軽いですね。でさらに今回 CS でなんか30キロぐらいダイエットされてるということで、はい、とんでもないスペックになってると、はい、そしてトルクの方が550ニュートン、はい、で N55 と S55 何度もご紹介させていただいてますけれども、はい、まあ、ツインターボ化されてたりだとか、はい、あとは
シリンダーもクローズドデッキになってて、はい、まあ、高出力に耐えられるようなものになってたりだとか、あとオイルパもなんかマグ合金になるんですよねっていう話ですね、S5 だと、はい、だお金がすごくかかってるということ で、 でその他クランクなんかも、窒化処理されたクロームモリブデン鋼に変更されたりだとか、はい、あとは特殊表面処理をされているコンロットになってたりだとか、はい、でもその辺はでも見たら335とかとなんか共通みたいなんですけども、はい、そうなんですね、はい、まあ、その辺が非常に手が加えられたエンジンということで、で中でもご紹介させていただきましたけれども7速 DCT、はい、マニュアル設定もありということなんですけども、はい、CS シリーズ初らしいですよマニュアルは。あ、そうなんですね。なんで今回あのマニュアルも乗ってみたかったんですけども、はい、残念ながらそうですね、あの DCT のレビューになります。 ね、そして0100に関しては 4.0 秒ということで、はい、先ほど触れましたね、マックス280キロと、はい、こんな感じの内容になっております、はい、そしてフードがこれですよ。これですよ。これ骨ほぼないじゃないですか。ないですね。もうこれだけであれですよね。はい、でこれ内側と外側でちょっと違う折り目のカーボン使ってるんです、ね、出ますよね。そこで剛性のコントロールとかしてるんですかね。そしてあのダクトの中はクリアめっちゃ磨いてたのに裏側は磨いてないと。磨いてないですね。これはここはまあ見えないところに、はい、これすごいですね。これすごいんですよ。で先ほど触れてたそのダクトのところがここに繋がってるんですよね。ここから、そうですね、はい、なんでこの辺からの風がこう流れてる。だってターバーもこれっすよやっぱり、まあ、これじゃないですかやっぱり思うんですけど、ここは磨いてありますかね。じゃあ、ね、なんだとは言わないですけども、はい、このターバーもなんかあれらしいですよね。1キロぐらいしか重量ないらしいですよ。え、これですか。らしいです。あ、本当ですか。 1. 何キロ、2キロないということで、だ非常に軽量なんですけど、このフロント周りの剛性加工に役立ってると、こんなエンジンルームになっております。続いて東海ロイ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はいはい、デジャブですか。デジャブですね、これね。なんか見た光景が、ですね、私録画をタイムラプスと押し間違えまして、まさかの2回目の撮影ということで、あれからだいぶ日が経ってるんですけれども、新鮮なリアクションはないんですけれども、はい、ちょっと撮り直しでお届けしたいと思います。はい、でまず復習のところから、はい、60台限定、はい、でまあ、パワーアップされたりカーボンパーツ追加されたりとか、はい、世界限定でも2000台です、はい、っていうことみたいですね、はい、だとその価格についてなんですけど、はい、新車がなんと、DC で1285万円ということで、はい、ありがとうございます。でそれプラスオプションってことですもんね。そうですね、はい、で、まあ、カーボンセラミックとか入ってるんでおそらく1400近い、はい、ぐらいのお値段ですね、はい、ですよね、はい、で普通のコンペ、はい、がまあフルフルでオプション入れても1000万ぐらい、1000万ぐらいですね、ですよね、はい、なんでまあベースのところがかなり高いと。そうです。で今回距離薄なんで、はい、まあ、その辺が評価していただければ、そうですね、はい、はい、いいんじゃないかなと思います、はい、だいぶリアクション薄いかもしれないですね。頑張ります。はい、よいしょ、じゃあ参ります。はい、行きましょう。でもう2回目の撮影になっちゃってるんであれなんですけど、はい、めっちゃ乗りやすいんですよ。そうですね、はい、だったらこのサイズ感じゃないですか、いいのは。そうですね、いいの。もうやっぱり大きすぎないところがいいですよね、はい、8はもう6、8はもうちょっと乗らされてる感あるじゃないですか。そうなんですよ、はい、で新型になって4もだいぶでっかくなっちゃったじゃないですか。でかくなりましたね、はい、だからこのなんかぴったりくるサイズってやっぱり3、2、もう3も大きいですからね。そうですね、3も大きいですもんね。いいなぁ、ステアリングいいなぁ、このアルカンステアリング、ちょっと太いのがあれ。そうですね、太めですけどね。あとシートじゃないですか。はい、シートのこのお腹のサポートすごいですよね。シートいいです。タイトすぎないですけど、
ガチガチにホールドしてくれる感じ。そうですね、はい、あとやっぱりボンネット全然景色違うっすね。違います違います、出っ張ってると真ん中がボーンとなってますからね、はい、よし行きます。はい、意外にこう低速で走り出すときは、はい、まあ、足は若干硬いかなって気しますけど、はい、そんなにこうむちゃくちゃ特殊なモデル乗ってる感じはしないですね。ないですね、ないですね全く、はい、足も全然そんなに突き上げもひどすぎないですね、まあ、多少硬いかなって感じしますけど、ステアリングもそんなにこうあれなんですよね、めちゃめちゃクイックじゃないんですよね。じゃないですね、なんか見てると、うん、で本当にこう全然普通に乗れちゃうっていうか、そうなんですよね、うん、普通に、まあ、ちょっとこれは速度域がこれだからなのか、多分そうですよね、そうですね、はい、いやなんとなく想像として、はい、こうコンペのさらに上の設定なんで、はい、もっとスパルタな、はい、感じですね、もうフォルシェで言ったら GT3RS みたいな、はい、そのぐらいまで行っちゃってるのかなと思いきや、はい、この音も割と普通だし、普通ですね、はい、乗り味も、まあ、少し硬いですけど全然ストリート行ける許容範囲だし、ステアリングもそんなにめちゃくちゃ機敏な感じではないんですよ ね、 すね、はい、ただ車はやっぱりめっちゃしっかりしてるんですよね。なんかそんな感じしますよね、はい、乗ってても足とかよく動いてるんですけど車めっちゃしっかりしてるんですよ。あとブレーキめちゃ効くブレーキめっちゃ効くんですよね。ブレーキ効くんですよこれ。多分幻 の、 あの前回 の、 あのボツになった回も多分同じこと言ってると思うんですけど、はいはい、言ってましためっちゃ効く、効きますね、めっちゃ効くブレーキめっちゃ効くんですよこれ。だからこれカーボンセラミックどうこうよりかも、はい、車のなんかそのしっかりさと、そうですね、あと軽さが影響してると思います。影響してる、そんな感じしますよね確かに。足のそのこの少し硬くなってるのと、はい、結局なんかそのブレーキめっちゃ効いても足柔らかいとこう沈んで、沈み込んじゃうじゃないですか。そうですね、そういうのもないですもんね。でなんか足の硬さとなんかブレーキの効きがすごくバランス取れてる感じがします。いや全然コンフォートというかノーマルだったら全然普通です。ちょっと分かりやすくちょっと M2 押しておきますね。あ M2 になるとちょっと太くなりますね。あそうですね、そうですね、はい、いやもう露骨に表現するっすね。あこっちがいいな、はい、あそうですね、これを想像してますね。そうですね、そうですよね。だからもう切り替えなしで最初からこれでもいいぐらいな感じがしますね、はい、多分そうですね。これ買ったらもう M2 ボタンを押して乗りますね、はい、そうですよね、はい、でオンオフこなせるようになってるかもしれないですね。あそうですね、だいぶ出足も変わりますね、シフトも変わりますね。そして今 M2 なんで M2 ボタン M2 ボタンを押したんで全部スポーツ、はい、ちょっと DSC はオンにしておきましょう。そうですね、はい、そこだけオンにしておきましょう、はい、シャーシーステアリング、あステアリングもだからあのだいぶ違う気がします。重くなるのとあれですかね、もうちょっと切れ角までは分かんないですけど、コンフォートだとだいぶ普通です。あスポーツプラスにするとかなり機敏な感じがします。もしかしたらそれこの足回りのこれもあるからかもしれないです。シャーシのそうですね、ロールしなくなるから機敏に感じるかもしれないです。いや2回目のと結構印象違いますね。違いますよね、はい、最初だとちょっとあの浮かれすぎててちょっと冷静にこう判断、冷静にこう情報が入ってこないいいなやっぱりこのサイズ感だな。そうですね、使うのにはもう一番いいサイズ感ですからね。いやなんか中古車市場もなんかこう M2 の人気今半端なくないですか。 ありますね、なんかちょっと前って主役ってやっぱり M3 でした。もうでまあクーペとセダンで分かれて M4 っていう感じだったんですけど、はい、今なんか2になってる感じがするんですよね。どっちかっていうと2にシフトしてるイメージあります、はい、僕らも、はい、いいですか、どうぞ。危ないやっぱりあれですね、フロントが若干浮いちゃうからちょっとあれですね危ない。ですね、なんだろうな、もう車が軽く感じます。
あのなんか時々乗らせてもらうじゃないですか、はい、いろんな車乗りますね、はい、ちょっともう行かれたパワーの車とか、はい、ありますね。ああいうののなんか重たいものが、はい、とんでもないパワーでこう飛んでいくんじゃなくて、じゃないですね、確かにめっちゃ軽やかに、うん、ちょっと異次元の加速しますね。強風とか吹いてたら飛んでっちゃいそうですね。ああ、そうですね。もう本当に、なんだろうな、すっごいこう駆け抜けていく感じがしますね。重たいものがグワって出ていくよりかは、もうバーンって。そうですね。もう本当にアスリートが全力疾走そうしてる感じ、そう、そういうイメージですね。で、今あの、本当に心の底から DSC オンにしておいてよかったなって。本当ですよね。ちょっとあれオフになってたらどうなってたんだろうなと思って。わーってなるんじゃないですか、うん。オンでもあれですもんね。今の感じですもんね。そうですね。いやだからもうすぐ介入が入ってこうググって車が、はい、ちょっと振ったけど、はい、前に出る感じがありますよね。そうですね。これちょっと飛ばしてみたいな。こういうのこそ本当サーキットとかで。そうですね。取れたらいいですね。いやあとはこの適度ななんていうんですか、スパルタンすぎない、はい、まあ、N2 ボタンを押してこういろいろスポーツクラスにすれば、はい、かなりダイレクトですけど、はい、こうなんていうんですかね、本当のレーシングモデルみたいな、あそこまでのタイトさないんで、はい、ないですね、はい、だ本当にあの法定速度で首都高とか流しても多分めっちゃ楽しい、いや楽しいと思いますよ。さすがにちょっとそのめちゃめちゃスパルタンな、それこそ GT3RS とか、はい、マクラーレンの LT モデルとか、はい、ああいうのでこう高速のその芝みたいなとこ僕走ったことないんですけど、はい、なんか想像するとなんかもう多分持て余しちゃうんだろうなって感じするんですよ。そうですね、はい、なんかもう車に対しても速度レンジが低すぎるみたいな、はい、でもこの車だったら本当に流しながらでも乗れる感じがしますよ、ね、ちょっと普通っぽさがちょっとですけど残ってるんで、さすがにちょっと M2 ボタンを押すとやっぱり少し最初にギクシャク感出ますね。ありますね、出ますね。あともう3000回転ぐらいから伸びがやばい。伸びがやばい、そうそう、急に変わりますよね、はい、なんかそこまでって割とこうなんかみなぎるパワー感あんまないんですけど、あんまないですね、はい、やっぱ3000より上なんですね。パワーバンド入った時やばいっすねこれ。ああ、そうですね、はい、ブーストかかり出したぐらいからの加速が、ね、だ同じ S55、はい、でも全然キャラクター違いますよね、はいはい、乗せてる車 で、多分これセッティングでもうそうしてるんですよね。はい、だ逆に本当にその3000回転以下キープして乗れば全然普通の車っすね、はい、そんなにこう扱いづらさもないし、ただひとたびこう加速するときにシフトをポンって落としてガッと踏むだけで、はい、そうですね、もう一年の加速で、そうですね、あの代わり表現しますよね。これやばいっすね。これだからもうちょっと乗っただけでもう CS と全然違うな、あ CS じゃない、はいはい、普通のコンペと全然違うなってすぐ分かりますね。仕方が違うんだよな、なんかチークセダンとか、そう全然違う、違いますよね、本当に飛んでくる感じが、いや本当ガーッてこれすげえな。これでもあれですね、同乗者が知らずにやられたらちょっと怖いですね。そうですね。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。もう2回も乗せてもらっちゃいました。そうですね。すいません。いやでもこれはちょっとあの取っときたい、取っときたいし、うん、もう乗ってももう本当に楽しい。そうですね、はい、これやっぱりメーカーチューニングのなんかその30馬力アップ40馬力アップって、はいはい、そのなんかサブコンつけてじゃあ50馬力アップしましたとかって全然違いますよね。違いますよね、だって元からそういうセッティングしてくるんですから、メーカーが、うん、あと足回りのセッティングとかもやっぱり全然違うっす、はいはい、メーカーチューニングって。そうですね、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、もう最高です。
良かったです。最高です。最高です。これは言っちゃいけないかもしれないけど、はい、このまま乗りましょう。そうですね。嘘です。うちの仕事がないです、はい。ちょっといじってもいいのかな。そうですね。スペーサー入れたりだとか。そうですね。はい、まあ、言わばもう純正改造車みたいな感じ、はい、感じになってますからね、はい。まあ、そのまま乗っていただくっていうのも非常にいいんじゃない、はい、いいのかなと思いますし、まあ、プラスアルファしていただいてもいいのかな、はい。あとは毎回言ってますけれども、はい、あの買取も強化中ということで、はい、こういった珍しい車とか、そうですね、特徴的なお車は、はい、あの頑張れる可能性大です、ね、大です、大です、はい、ということで、はい、お気軽にお問い合わせください、はい。というわけで今回は BMW M2CS をご紹介させていただきました、はい。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。